サーマンリー・トーマス、サーマンリー・トーマス1966年5月16日帯は、テキサス州ヒューストン出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のバッファロー・ビルズで長年スター RB として活躍した。1988年ビルズ入団。91年にはリーグ MVP を獲得。通算ラン12,074ヤード、88。 タッチダウンなどの記録を残して2000年引退。2007年プロフットボール殿堂入り。翌2008年にはカレッジフットボールの殿堂入りも果たした。背番号34。1984年にオクラホマ州立大学入学。1985年と1987年にはオールアメリカンファーストチームにも選出されるなど4年間で 通算ラ五4595ヤード 43td 100ヤードを超えたラッシングを21試合記録した。1987年のウェストバージニア大学との3ボールでは157ヤードを走り、4タッチダウンを上げる活躍を見せてチームは35から33で勝利した。3年生の時にバリー・サンダースが入学してきたが、卒業までの2年間先発 RB の座を、 譲らなかった、トーマスの背番号34は、オクラホマ州立大学に3人しかいない、永久欠番となっている。1988年の NFL ドラフトでは、膝の故障を理由に一巡し指名を見送られ、結局二巡40位でビルズに入団。この年一巡指名権を持たなかった、ビルズの中では最上位指名選手だった。 ルーキーイヤーの1988年は881ヤードを走り、2年目の1989年から8年、連続1000ヤード、ラッシャーとなり、5年連続5回のプロボール選出、3年連続3回のオールプルファーストチーム選出と絶頂期を迎え、1990年からは NFL 史上初となる4年連続のラン、パス総合1位も記録。 1991年にはリーグ MVP、1992年には最優秀攻撃選手に輝いた。この間にチームも黄金時代に入り、トーマスやジム・ケリー、アンドレ・リード、ジェームズ・ロフトンらの活躍でリーグ有数の攻撃力を誇ったビールズは90年シーズンから AFC4 連覇し、4年連続のスーパーボール出場を果たした。出場を果たした。 1997年に9年連続1000ヤードラッシュを逃した後は高級に見合わぬ成績が続き、サラリーキャップ制度下での負担を嫌ったビルズに1999年、限りで契約更新を拒否され、同じ AFC 統治区のライバルであるマイアミドルフィンズに移籍した。新天地で迎えた2000年シーズンだったが、膝の人体帯を断裂し残り試合を欠場。 ドルフィンズとの契約が切れたシーズン後の2001年2月27日に、ビルズと1日だけの契約を結びビルズの選手として引退した。ビルズでは、OJ シンプソンのチームラッシング記録を塗り替えた11938ヤードを走っている。守備の穴を見つけることに優れており、鋭いカットバックでビッグプレイを演じた。ランだけでなく、レシーブ能力も優れていた。 ありがとうございます。